はい、キャベツです。はい、キャベツもね、ブロッコリー同様ね、途中まで丸まってきたんですけどね、もうそこで寒さが厳しくなって生育止まってしまいました。これもね、結構この株によってはね、いい具合に丸まってきてはいるんだよね、だからちょうど今冬眠中って感じだよね。だから春先ね、暖かくなってくれば、これがもうちょっと丸まってね、外の葉っぱはもうダメになっちゃいますけど、中の方の葉っぱはね、丸まってきて、そこそこ食べられるんじゃないかなと。冬越しのキャベツなんて普通ありえないんでねまあ全国どこ行っても越冬キャベツってのはほとんど竹島農場くらいなもんでねまあそういう意味ではこれがうまくいったら今年もまだやろうかね。8月下旬に種まいて、そのまま越冬させて、次の年の春先、ブロッコリーじゃなかった、油の蚊ですか、白菜とかね、ブロッコリーとかキャベツを食べるっていうのもね、これも趣味ならではだよね。でもまあ普通は やりません。普通の農家はこんなことやらないんでね。まあ今家庭菜園レベルなんでね、まあ竹島農場ってまあ農家の名前、看板出してますけど、まあほとんどこの野菜に関してはね、趣味の世界なんで、まあこういうのも面白いかなと思っております。ただ私はもう越冬できないものと思ってたんでね、これが越冬できるっていうのが分かると、まあ結構面白いよね。はい、そういうことでね、エンジョイ家庭菜園ライフ、キャベツも食べられそうかなっていう、動画でした。はい、ありがとうございました。